とうございます。ありがとうございます。皆様、少女歌劇レビュースターライトオーケストラライブスターリーコンセルトにようこそ。ようこそ。ありがとうございます。まずはね、一人ずつ自己紹介させていただきたいと思います。はい、愛情カレン役の小山桃江です。劇場にお越しの皆さん、そしてライブビューイングをご覧の皆さん、最後まで盛り上がっていきましょうね。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。神楽光役の三森鈴子です。ライブビューイングのみんなもこんばんは。いや、今日は待ちに待った、このねスターリーコンチェルトの日ですけれども、本当にこの生のオーケストラのダイナミックさ、そして、私たちのね歌声を存分に楽しんでいただけたらと思います。今日は最後まで楽しんでいってください。はい、天童マヤ役の富田真帆です。本日はありがとうございます。ライブビューイングの皆さんもこんばんは。今日はあれですね、オーケストラの皆さんと素敵なメロディーを奏でられるように、頑張りますので、最後まで堪能して帰ってください。バイバイ。バイバイじゃないな。もう一回お願いします。はい、星見純の役の佐藤ひなたです。いい解析の皆さん、こんばんは。ありがとうございます。1回ですもんね。ありがとうございます。すいません。じゃあ2階席の皆さん、こんばんは。皆さん素敵な声ありがとうございます。私たちもね、スターライト国組として、そしてオーケストラの皆さんと全国の皆さんに、素敵な音色を届けられるように頑張るので、今日はよろしくお願いします。はい、梅雨崎真昼役の岩田春樹です。こんばんは。ありがとうございます。今日は、会場にお越しくださった舞台装束の皆さん、そしてライブビューイングの皆さんと、そしてオーケストラの皆さんと一緒に最高にきらめいた時間にしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ライブ7役小泉萌香です。皆さんこんばんは。イエーイ。今日は会場に足を運んでくださった皆さんと、ライブビューイングの全国で見てくださってる皆さんと一緒に、バナナアイスな夜にするためにみんなで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。会場の皆さん、そしてライブビューイングの皆さん、ボンソワー。ボンソワー。うん、ウィ、いい感じね。今日の音色、あなたの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 、その耳に焼き付けて帰ってください。今日は最高の思い出を作りましょう。よろしくお願いします。はい、イスルギフトバイクの生田てるです。はい、劇場、会場にご来場の皆様、そしてそこで見ているあなた、そして、オーケストラの皆さん、そして私たち、みんなで最高の夜を過ごしましょう。よろしくお願いします。はい、花木香織子役の伊藤彩沙です。こんばんは。すごい、ありがとうございます。そして、中野サンプラザ会場の皆さん、そしてライブビューイング全国各地の皆さん、過ごす、夜の時間、アホ。そんな怒る？そんなことない、嘘、冗談やで。いつも私それやから。そうです、もう昼の部が終わりまして、無事に、あとは残るは夜の部のみということで、メンバー一同、オーケストラの皆さんと、手を取り合って、とても素敵な時間にできたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、オーケストラセット、皆さんどうですか？圧巻でしょ？ありがとうございます。もうね、すごい皆さん優しいんですよ、はい、ね、あやちゃんとかさ、ご飯食べてるときおしゃべりしてたもんね。そう、あのハープの方と、うん、そうなんですよ、ね、そう、ハープってどうやって弾いてるんですかみたいな話しましたもんね。ありがとうございました。そう、あやちゃんがずっと弾いてて疲れないんですかとか言って会話してるの見
で、あ、そうそうそう、みんな一緒なの、ほっこりしちゃった、すごいんですよ、そしてね、なんとこの今の夜の部は全国24館でライブビューイングが行われております。劇場の皆さん、会場、映画館の皆さん、元気元気、なんだって、あーですね、私もそう思います。ほら、会場の皆さんも元気、もうね、会場の皆さんは映画館の皆さんに負けないように、映画館の皆さんは会場の人に負けないように、たくさん熱い声援私たちに送っていただければと思います。ちょっとジャンル違いますね、それ別ジャンル別ジャンル。じゃあもうみんな、はい、スターライトされる準備できてますか。クグ組のみんな、スターライトする準備できてますか。おーい、愛があふれるみんなと一緒に最後までスタイリーコンサルと楽しんでいきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。お願いします、お願いします、お願いします。楽しんでってね、楽しんでね、楽しんでね。青少祭が終わったんやで、もっと慣れて褒めていたわってくれてもええやろ、青いで。はいはい、ふんほっ、よいしょよいしょよいしょ、ええ風や、はあ、はい、次交代な。え、ほら早く、ありがとな。お、こんなんでええんや。なんか言ったか。なんでも、それにしてもカレンとヒカリ、どの練習の時よりも本番の今日が一番良かったな。カレンはんとカグラはんにしてはまあまあ良かったんとちゃいます。次の青少祭は絶対うちがクレール役射止めたるから、双葉はんもきっちりついてきてもらうで。当たり前だろ。そっか、次は第101回青少祭か。うちらももう
3年生になるんやね。あっという間だったな。双葉班がここまで粘るとは思ってませんでしたわ。それはこっちのセリフだろ。お前何回逃亡ミスしたと思ってんだよ。何回って1回だけどす。あ、認めるんだ逃亡ミス。そりゃあん時はちょっとほんの少し双葉班にもカレン班たちにも迷惑かけましたからな。へえ、素直じゃん。うちかて反省するときはあるんよ。まあうちみたいな天才舞台少女が舞台降りたら日本がとんでもない大損しますやろ。それにまだ京都帰るんは早いかなって。双葉班一人置いてたらカレン班たちに迷惑かけるかもしらんしな。それに A 組の。わかったわかった、っていうかカオル子、本番直後だってのに元気だな。うん、双葉班疲れた。おぶって衣装脱がして化粧落として。自分でやれよ。いやじゃないよ。お疲れ様です、西条さん。お疲れ、天童麻耶。今年は握手していただけますか。今年だって来年だってしてあげるわ。ありがとうございます。あんた、ずいぶん丸くなったわね。どういう意味ですか。舞台少女たるもの当然自分のウェイトはコントロールしておりますが。今日よかったって言ってるの。太ったなんて言ってないわ。ちょっとジョークを言っただけのこと。セッパーアブレ、嘘でしょ。あんたがジョークを言うなんて。この1年何を突然。翻弄されました。そうね、変なオーディションとか。自分の激行に、傲慢に、逃避に、呪縛に、嫉妬に、また絶望に、そして気づきました、自分の未熟さに。ええ、感謝しています、西条クロディーヌ。え、もちろん皆さんにも。天童麻耶、私あんたの傲慢の女神じゃなかった、誇りの女神好きよ。ほう。客席を飲み込んじゃうんじゃないかってくらい大きくて深くて、ぶつかっても弾き返されそうで、ほんと嫌な女。あなたの希望の女神も悪くありませんでしたよ。絶望感に苛まれるあの表情、ぜひとも客席で見てみたかった。私が舞台で演じて、あんたがそれを客席で見ることができたら面白いわね。来ませんね。即答してくれるじゃない。メシュンズバですか。ほんと嫌な女、メシュンとば。
行きたい歩み進んだ日本道だけど私も見つけちまった夜空にそびえる一本道99期生イスルギ双葉ありがとうございます。皆さん楽しんでいただけていますでしょうか。ありがとうございます。ライブビューイングの皆さんもどうですか。イエーイ。きっと楽しんでくれてますね。ありがとうございます。きっと盛り上がってるでしょう、はい、前半戦が終了したということで、うん、まずはねレビュー曲をお聴きいただいておりますけれども、はいはいはい、ちょっとずつ振り返っていきたいと思います、はい、1話はね、みもさんとちーちゃんがレビュー曲世界を灰にするまでどうでした。どうでした。灰になったと思いますみもりさんが灰になったと思います、はい、もうすごいやっぱ1曲目のこの緊張感があるよね、うんうん、すごくね。確かに、うん、確かにこう劇場版が流れた後に、うん、あ間違えた劇版が流れた後にそうそうそうあの出てきて歌うのが結構ドキドキします、うん、ドキドキするね。そうそう私もあの私再生さんのバンクの、ね、流れてあれすごい弾 いてると思って。いいよねもうバンク最高みたいな。最高最高金がいい感じだよね。そう金がいい感じ。あいあいさんが好きな金喉自慢のあいつがいい仕事してるんです。いい仕事してくれてるんです。あそこ喉自慢のバンクでもね。バンクでもそうタン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 いいそこまでやらなくて大丈夫。分かって伝わってる伝わってる。私再生さんのやつの時にあいあいさんがやってるじゃん。私もうすぐ行こうと思って教えてくれて、ね、もう活躍を大活躍あいつの活躍を教えてくれて、はい、自慢のあれね。でも私再生さん私言ってないですよ裏で大丈夫なんか思ってる人がいるかもしれない。私再生さんって後ろで私が言ってるかもしれない。あれいっぱい言わなきゃいけないからね。本当に私の声なんですけれども、ね、私そう私が収録してるんですけども、うん、裏では言ってない生ではない惜しい。じゃあ2、ね、第違うスターノーズ、うん、ザ・スターノーズ、うん、ザ・スターノーズザが抜けてましたね、うん、ごめんなさい。ザ・警察官ザ・警察官あのオーケストラの皆さんあのたくさん楽器があると思うんですけどそのほとんどがね参加してくださってる楽曲が、うん、ザ・スターノーズらしくて、うんうん、いやなんかあのここら辺に座ってるあバイオリンで合ってるのかなが、うん、の方がすごい美人だなってだってひーちゃんさ昨日のリハの時からさあ推しメン見つけた推しメン見つけるんじゃない。あちらの方です見て見て見てすぐ推しメン推しメン推しメンってすぐ教えてくれたもん、ね、ショートカットね、あの弾いてるここの横顔がすごい綺麗でも見つけてしまってしかもなんかなんていうかギターじゃ間違えたベースじゃない待ってバイオリンいろいろ間違えてたよ。バイオリンの方のあのこのなんていうんですか弦棒弾くやつ弾くやつが弓そう弓があの、うん、振り付けのごとく同じ角度に上がって確かにこういくんですよ、うん、振り付けかなって思っちゃうくらいすごいですって感動してました昨日。確かにはぁいやちょっと待って耳の中で何人いるの。耳の中とヘルシーのヘルシーの何人いるの。弦が22人いらっしゃるそうで弦楽器を弾いてる、弦楽器が22人すごーい、すごいっていうのにもびっくりしました。あのボスから指示が入って今反応しちゃうっていう、ね、反応しちゃうすごい人数ですよね。で2話でした。それで3話の誇りとおごり、はい、真帆さん、はい、はい、私はですねあの今回ねこんあみんながギャップに戸惑ってる真帆さん本当だ本当にあの誇りとおごりを歌ってた人なのかってびっくりしてる。びっくりしちゃってる。あんなにかっこよかったのに、じゃあ頑張るね、できる降りてきた降りてきたできる降りてきた真帆さん時間かかる私はですね あのコンダクターの方と息を合わせるように、うん、最後のポジションゼロってあるじゃないですか、うん、バンバンバンあちょっとダメだもうここでダメだねここでダメチャンチャンチャンのところで急に新喜劇みたいになっちゃったけどあそこね結構ねテンポがインテンポじゃなくて、うん結構難しいんですよリズムが、うんうん、だから指揮者の方を見て一生懸命合わせようとしてたんですけれども決まってましたか。最高
もう真帆さんがコンダクターかなって思うくらい真帆さんがオーケストラを操ってるように見えました私に。本当にかっこいい。タカタタタタダンダンダンのところが踊ってるところが、なんかちょっと今の3分クッキングじゃない？ずっと今の3分クッキングじゃなかった？人気なるやん。タカタタタタタじゃなかった今の。大丈夫？ちょっと惜しかったかも。クッキングだとしてももしあの家事を取れてたんだとしたら、うん、ちょっと幸せかもしれない。本当に。でも私が言いたいのは、うん、かっこよかった。おごりと誇りでした。誇りと誇りで。大丈夫かな。もう黙ります。大丈夫かな。ちなみにのど自慢のあいつ頑張ってました。あいつ頑張ってました。誇りと誇りもすごいんですよやっぱり。大活躍だもんね。そう、これ終わったらちゃんとチューブラベル。そう、これ終わったら聞こうって思ったらボスが教えてくれました。チューブラベルです。え、すごいんですよ。チューブラベル。昨日てるちゃんに聞いたら、あれ鉄筋だよって教えてもらった。鉄筋はこうだからきっと。チューブラベル。てるちゃん鉄筋じゃないって。あれ、チューブラベルでしょ。うん、あ、チューブラベル。あれ、チューブラベル。いやー、物知りじゃん、すごい。すごいだろ。すごい。もっとここ時間違うの。ね。じゃあ、はるちゃん、はい、続きまして、恋の魔球。恋の魔球ですね。うん、恋の魔球さ、私結構あのレビュー曲歌わせていただいてるんですけど、うんうんうん、一番苦しいの。そういやー、苦しい。苦しいでしょ、ずっとね、このね、この縦羽根があるとね、一番苦しいよね。そうなのね。ね。息継ぎもだってほとんどなんかこう、そうなんですよ。で、今裏話なんですけど、うん、あの私1番が終わった後にめっちゃダッシュでこうやって走ってこっちから出てくるんですけど、うんうん、今私はけたらあの出てないみんなが待っててくれてて、すごいなんかマラソン選手の気分でありがとうありがとうって言って。みもさんなんてお母さん役演じてました。私あのタオルをねこうやってすごい。それであやさんの時もやってた。あやさんの時もハルちゃん見ていいなと思って、私もマラソンみんなに応援お願いします。沿道の人たちが動画回していいな。すごい嬉しかった。頑張れた。スキップも決まってたよ。決まってた。いやー、みほさん監修の。そう、あれやっぱスキップの方がいいわ。狂気を感じる。確かに。もう特にね、なんだろう、ハルちゃんスキップがね、可愛いんだよね。スキップしてる時に髪の毛もいい感じなんだよ。どうぞ見ててから始まって。これなのミホさんがね、あの5番から5番ぐらいまでちょっといいよ、私の私たちがこう応援しようみたいな。わかった。じゃ あ, じゃあ続いていみんなもやろうよ。みんなと一緒に。みんなもさ、いい、続いてやろうよ。じゃあ上手に行きましょうか。みんな上手に行くの。みんなでやるの。そう、そういうこと。何それ。これだってミホさん、ミホさん伝授のあれなんですもんね。いや、私がそんな端から行く工場言うからみんなついてきて。番号ついてないよ。工場を言ってくれるの。スキップできるかな。すごい、何これ。いきますよ。歌いながら、歌いながら行こう。歌いながら。ずっと見てたのは、そっから私なんだよ。ちょっと待ってチャラ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 。あっちに泣いて敬遠しないで音を回す私だけを見ててよ。終了終了終了。すごい。戻ってみんな定位置に戻りましょう。でもさ、このスキップだけでも結構スタッフが一気に上がる。確かに来たわ。でもやっぱスキップ楽しいね。楽しかった。楽しいけど。じゃあやっぱり今日も帰るときね、ライブビューイングの皆さんも会場の皆さんもスキップして帰ろう。うん、一緒に結構楽しい。トレンドにスキップって入れよう。スターライトスキップ。何がスターライトスキップ。スターライトスキップ。スターライトスキップ。可愛かった。スターライトスキップ。はい、ありがとうございました。そしてね、二顔の、はい、まさか。そうですね、なんか今気づいたんだけどさ、うん、私とてるちゃんぐらいじゃない、多分二人でずっと同じパートのユニゾン最後バーってあるの。あ、そうかも。そう、それでそこのね、ハモが後半にあるんですよ、うん、そこをもうずっとね練習したよね、はい、やっぱオーケストラの皆さんと合わせるにあたって、はい、やっぱ、まあ、いつもよりこう、まあ、歌にこう重きを置いてるかなって思うんですけど、うんうんうん、そのためにもうめっちゃやったよな。いつも付き合ってくれてありがとう。めっちゃいい話だ。ラブちゃん、あ、いつもラブちゃん歌聴いてくれてありがとう。私の歌の先生なの。聴いてあげてます、二人の歌を。てるちゃんずっと練習してるもんね。ずっと練習してる。みんなに大丈夫だよ、できる。もういいやんな。
だよって。できる、できてる、できてる。一人で練習しちゃダメだよ。そう、一人で練習すると怒られる。そう、練習するなら二人でしなさい。はい、先生見てくれて、まあ無事にできてよかった、ありがとうございます。上手だった。前半戦見守っていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さて、ここからはこちらのコーナーをお届けしたいと思います。なんでなんで国組の力を合わせろジェスチャークイズ。イエーイ。はい、ということでね、はい、ここからは国組メンバーみんなで力を合わせてジェスチャークイズに挑戦していきたいと思います。はい、これから後ろのスクリーンに表示されるお題に対して、うん、国組メンバーが一人ずつ順番にジェスチャーしていきます。オッケー。制限時間3分以内に9問正解した時点で、うん、挑戦クリアということで、ご褒美がクク組メンバー全員に送られるそうです。うん、はい、ちなみに昼はケーキセットだったんですが、うん、ケーキセットはね、言ってやんなよ。あのですね、あもうすぐ私誕生日なんですけど。おめでとう。おめでとう、ハルキ。みんながね、サプライズでケーキ持ってきてお祝いしてくれたの。うわーい、嬉しかった。じゃあさ、みんな、はるちゃんにお誕生日おめでとうの歌送りませんか？いいの、はい、はるちゃんね、ディアははるちゃんですよ。はい、ディアははるちゃん、はい、はい、じゃあちょっと四季真帆さんお願いしていいですか？お願いします。コンダクターさん、コンダクター、そうそう、コンダクター真帆さんお願いします。全国のみんなが歌ってくれるから。そう、やったことないのに大丈夫かな。音 音はみんなに指示して、音程どこがいい？チューニングして、チューニング。はぁー、シュールだな。行きますよ、行きますよ。ワン、ツー、スリーで行きますよ。ワン、ツー、スリー。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアハルちゃん。そうなんですよ。どうもマスタードです。ケチャップです。二人合わせてアメリカンドッグとかについてくる。あれ、だけ終わりましたかね。いやもうまだ、いやでもね、はるちゃんすごい、やっぱ女優だからすごい綺麗に泣くんだよね。さすが女優さん。嬉しかったな。撮りました、ちゃんと収めました。バスタードの動きで1枚から一応もう、一応もう、なんかキッチンペーパーちょっと湿っちゃった。ペーパーがここに届いてるね。これしかなかったんですよね。涙、でも言えちゃう。映画館で見てくれてる人も歌ってくれた。ありがとう、みんな、ありがとう。はるちゃんの誕生日、何歳になったの？まだだけど、もうすぐ24歳になります。24歳、そうだね、年女。この間23歳になったばっかなんだけど。大きくなったね、はるちゃんは。じゃあもう、うん、抱負言っときなよ。まだ24歳じゃないけど、まだ24歳になったら、あの年女なので、うん、ちょっとつ盲信に頑張ります。じゃじゃん、かわいい。改めてさっきうちらに聞かれた時と同じことを言ったね。ということで、はい、じゃあおめでとうございます。おめでとうございました。ありがとう。本当の誕生日言っときな。本当は4月3日だからね、みんな、ね、待ってるから。ね、4人はね、ケーキセットをね、この当たったやつを払ってきました。はい、ということでね、はい、話は戻りまして、まあ、ジェスチャーゲームパスは2回までです。はい、はい、そうだった、そうだった。そうだった。ご褒美を目指して、はい、みんなで力を合わせるということで、なんと、はい、夜もケーキセットだと。またケーキ、ケーキ、またもらったよ、ヒル。ケーキに何がセットなのか教えてほしいから。ケーキと、ちょ、小泉行け、小泉行け。ケーキと何がセットなんでしょうか。お肉じゃないですか。ブー、ブーって言われて、ブーってなった。すぐ SE おじさんと喧嘩。もうやめて。お肉はだいぶ探したね。ステーキは寿司。
ラだからってなんか、すごい、なんかチャーチオルガンの音がする。まあとりあえずジェスチャーゲームなの、順番決めましょう、順番決めましょう。お昼はその順にしたよね。お昼はその順だったから、ね、名簿順とか名簿順、あれは名簿順、誕生日月、誕生日月、誕生日月順、あ、いいですね、平和平和。1月から、あ、4月からにする、4月から新元号だし、明日発表されるから、新元号、4月から行きましょう。待って、もうサルちゃんでしょ、過ぎてる、もう1月、あれ、私かな、あやさじゃない、8月、誕生日プレゼントまだもらってないから、めっちゃ遠いやん、遠すぎへん、あれ、まあ待っとけって、おいでモエピにかかってんぞ、またモエピ最後か、モエピ、ね、私またいつだっけ、モエピいつも最後やん、私の前、それでは参りましょう、はいクククミジェスチャーゲームスタート。ギターおお、すごいドヤ顔してた、はるちゃん、ドラムおお、いけそう、チューバ、おえ、トランペットの動きだったよ、すごい木琴、鉄琴おー、腹筋、わたこ、いや私か、鉄筋、いい踏んできたな、リコーダー、クラリネット、尺八、オーボエ、でかい、すごい、大声、いや、傾向が分かってきたぞ、2分でくん、マッチョ、シンバル、シンバル、ラストだよ、モヘビ、モヘビ頑張って。え、それ酔っ払い、小泉萌香、考えてる人、信号、頑張る、頑張る、え、何、迷子、悩んでる、小泉萌香、絶対シンバル、考える、信じる、シンキング、何、これ今、これパス、パス、もう一回、パスってもうないんじゃない、もしかして、大丈夫、パス、次、パス、萌えかってめっちゃ萌えびだったよね、楽屋の萌えかちゃんだったよ、いや待って、今普通のリアクションだと思った、なんかただ焦ってる萌えびだったよ、どうしようってなってる、まあ、確かにテンパってる、お題できないってずっと言ってんのかと思った、それだよ、テンパってんだよ、テンパってんだよ、萌えびすぎた、正解じゃねえかよ、ということでね、ご褒美ゲット、イエーイ、やったー、ね、焼肉だって、やったやった、ということで焼肉楽しみだね、ジェスチャーゲームでした、焼肉楽しみだね、萌えぴ、さて、お肉、はい、さて後半戦の前にこっち、ここからここでじゃあ告知をしたいと思います、はーい、テンパる、はい、まずは商品情報でございます。少女歌劇デビュースターライトセカンドスターライブスターリーデザートブルーレイはいよいよ4月17日発売となります。特典にはですね、ライブのメイキング映像だったりとか、レビュー曲パートの俯瞰定点映像などもついてきます。もよちゃんが一生懸命走った恋のベイランも見てください。ぜひベイランです、恋のベイランです。ぜひ本日お越しの皆様、セカンドライブのブルーレイもお楽しみに、よろしくお願いします。お願いします。さらに4月17日には舞台版セカンドシングル100色リメインがリリースです。今回はジャケット違いの4形態をリリース、ぜひこちらもチェックしてくださいね。これです、うん、いけてる、はい、もう繋がってる、すごい、繋がります、揃えると繋がるやつです、はい、続いて舞台情報です。
舞台少女歌劇レビュースターライトザライブシャープ2リバイバルは7月12日から15日舞浜アンフィシアターで上演です。でっかいどー、でっかいよねー、すごい丸い、すごいね、あれ会場のあれね、大きな劇場ですね、はい、うん、こちらのチケットはチケットの先行申し込み券は現在好評発売中のテレビアニメブルーレイボックス2巻3巻と舞台シャープ2ブルーレイに封入されております。申し込み締め切りは本日23時59分までとなっておりますのでお忘れなく。ぜひ舞台での私たちも見に来てくださると嬉しいです。お願いします。お願いします。お願いします。はい、続きましてゲーム情報です。アプリゲーム少女歌劇レビュースターライトリライブ通称スタリラは現在好評配信中です。そしてスタリラのユニット CD も続々リリースが決定しております。シークフェルト音楽学院のプラチナフォルテは現在好評発売中。林明館女学校の蝶になってみませんか5月22日にリリース。フロンティア芸術学校のショータイムフロンティアが6月26日リリースとなります。さっきね間違いを正されてショータイムフロンティアかと思ってたら、うん、ショータイムフロンティアらしいです。ショータイムフロンティア、ショータイムフロンティア、ずっと同じこと言ってる繰り返してた。これが正しいです。ショータイムフロンティアです。よろしくお願いします。ゲームもさらに盛り上がってまいりますのでどうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして本日初解禁の情報です。2019年8月7日水曜日、スターライト九九組の6枚目のシングルの発売が決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらです。今回は本日のオーストラリアライブだったこれ今回は本日のオーケストラライブのブルーレイがついてくる豪華版と通常版の2形態でリリースされます。そしてさらに9月には、東京、名古屋、大阪にてリリースイベントも開催されます。ぜひこちらもお楽しみに。お願いします。楽しみに。最後にもう一つ本日初解禁の情報でございます。何？なんとバナナットバナナット少女歌劇レビュースターライトのショートアニメの制作決定しました。ありがとうございます。かわいいんだもん。タイトルは少女コントオールスターライト。詳細は追って発表いたします。アニメの新展開も決定したスターライトを引き続き応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、すごい可愛かったね今のひかりちゃんとかれんちゃんが、うん、皆さんお楽しみに。その他すべてのお知らせは作品の公式ホームページそしてツイッターをご確認ください。それではコンサートもいよいよ後半戦へと突入します。盛り上がる準備はできていますでしょうか。ありがとうございます。皆さんの拍手がね、私たちの力にもうなりますので、ぜひ大きな拍手を送ってください。それでは引き続きお楽しみください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでね。ありがとう。楽しんでね。